ここからは群馬御朱印散歩のコーナーです。今日は太田市にある歴史ある寺長楽寺です。長楽寺がある場所は太田市世良田町なのですが、この辺りは徳川氏発祥の地と呼ばれています。今年話題の徳川ゆかりの寺の魅力たっぷりとご紹介します。さあ太田市の長楽寺にやってきました。とっても魅力的な歴史があるのでご紹介していきます。こちらの長楽寺、全国に誇れる歴史を持っています。はい、ポイントを厳選して3つご紹介しますと、こちらですね、はいはいはい、徳川氏発祥の地、江戸時代は末寺700余りの大寺院、境内には貴重な宝物がたくさんということで、この3つをご紹介していきたいなと思います。いや、こう見ると3つのポイントもすでにだいぶ濃いですよね。そうなんです、濃い歴史があるので一つずつ見ていきますと、まず徳川氏発祥の地についてですね、この太田市世良田町周辺は江戸時代の将軍家にゆかりのある地域なんです。はいはい、家系図で見ていきましょう。はい、まずは源義家、清和天皇の子孫の一族源氏、中興の祖とも呼び声が高い人物で、武士の棟梁として東国への基盤を作りました。はい、その子供の義国が関東へ進出、さらにその子供義重が新田の庄を開き、新田氏の祖となります。このコーナーでもたびたび登場しています。はい、義重の次男は義兼で、その子孫に新田義貞がいます。有名な方ですよね。そうです。そして今回注目はこの義重の四男なんですね。はい、義末という人で、この人が徳川を名乗るようになります。ほうほうほう。その徳川義末の子孫は群馬を離れまして、はい、そのうち現在の愛知県ですね、に住み松平を名乗るようになります。はい、その後江戸時代の初代将軍となる松平家康が生まれまして、うん、家康は先祖が使っていた徳川へと姓を戻したというのが今伝わっているお話です。なるほど。ということで徳川家康はこの世良田の地を自分の先祖の場所として大切にしました。はい、それが分かる品が長楽寺には多く残っています。うんうんうん、さあ続いては末寺700余りの大寺院について、長楽寺は1221年、キーパーソンである徳川義末が臨済宗の開祖栄西の弟子である栄長を招いて開基したと伝わっています。はい、それ以降東国における禅文化発祥の寺として栄えることになります。なるほど。広大な境内に塔頭寺院が並びまして、常時500人の学僧が修行していたそうです。江戸時代になりますと徳川家が先祖の寺として重視します。はい、家康は側近である天海大僧正の長楽寺の住職になることを命じるんですね。はいはい、そして大いに栄えまして末寺700余りの大寺院としてその名を轟かせます。天海大僧正は時代劇が好きな方なら知らない人はいないくらい有名な人物です。はい、さあすごい歴史があるんだなというのが分かったところで、境内の文化財を見ていきましょう。さあこちらの本堂の中にはとっても素晴らしいご本尊があるんです。特別に見せていただきました。まずは本堂の中から見ていきたいと思います。はい、通常ご祈祷しないと入れない場所なんですね。貴重ということですね。はい、さあこちらが中なんですが、この場所にあるものすべてご本尊ということで、制作年代で江戸時代、鎌倉時代、平安時代と分けてあります。この中からまずはこちら平安時代の仏像から見ていきたいなと思います。はい、阿弥陀如来像、不動明王像、如意輪観世音菩薩像ですね。すべて木造です。木造ですか。うん、平安時代ってこれだけ細かいものを作るってすごいですよね。そうですね。平安時代作とされる阿弥陀如来像がこちらなんですが、頬の丸み、はい、穏やかな慈悲の表情、金星の取れた体つきというのがこの平安時代の仏像の特徴なんですけれども、はい、それがよく表れているなと思いました。続いて不動明王像です。
こちらは大日如来の化身とされていまして、仏教に従わない人を導く仏なんですね。ほうほうほう。怖い顔しているのが特徴なんですが、この像はどこか愛嬌がありませんか？そうですよね、うん。さあ続いて如意輪観世音菩薩、これ私大好きな仏像なんですけれども、はい、お尻と出てますがね独特な姿勢をしていますよね。確かに、はい、この考え事をしているような姿、至唯の姿が独特の色気がありませんか、うん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 。この手の形は至唯衆といって、人々を救う方法を考えている様子を表しています。また足の裏をくっつけることで少し体が傾いているんですが、これも如意輪観音が愛されるポイントで、この足の形を輪王座と言います。輪王座ですか、はい、このあたりが特徴ですね。さあ続いて鎌倉時代作の仏像から薬師如来像をご紹介します。はい、薬師如来は不浄なものが一つもない瑠璃光浄土に住み、楊貴妃喩の御利益で信仰されてきました。手には薬膏というこう壺を持っていまして、ほいほい、この中にはどんな病気も治す薬が入っています。またもう片方の手はセムインと言いまして、恐れを取り除く手の形になっているんですね。さあ最後にひときわ輝く江戸時代の仏像をご紹介します。ガラッと雰囲気変わりましたね。はい、なんとこちら江戸時代の三代将軍徳川家光公寄進の釈迦如来像、はい、そして脇地の文殊菩薩像、はいはい、普賢菩薩像です。この普賢菩薩は白い像に乗っていまして、あらゆるところに現れて生き物を救うとされています。象に乗ってるんですね。そうなんですよ、独特ですよね。さあ続いて三仏堂です。こちらの中も特別に見せていただきました。さあこれが内部なんですが、はいはいはい、上から下へ来て、いやこれ大きいですね。そう、大きさに圧倒されるんですが、はい、ご住職によりますと、真ん中から現在表す阿弥陀如来像、過去の釈迦如来像、未来仏の弥勒菩薩です。手の大きさ比べるとよくわかりますよね。わかりますね。はい、OK、ありがとうございます。はい、この三世仏はですね、木造や寄木乾漆工法という、まあ、工法で作られておりまして、過去仏、現在仏、未来仏、お釈迦様、阿弥陀様、弥勒様ということで順番になってるんですが、この並びの三世仏としては、この作り、この並びという仏様は日本一大きい仏像だそうです。過去、現在、未来、この三世で私たちは今いただいて生かされている命を大切に生きてるんだという考え方なんですね。三世仏はですね、このお堂が1650年に三代将軍家光公によって建立されるんですが、その後20年経ちまして、1670年に九州のですね、鍋島藩のお殿様が両サイドお釈迦様と弥勒様を建立されます。そしてあの真ん中の阿弥陀様なんですが、このお寺にとりましては2代目の阿弥陀様で、約200年ぐらい前に作られた、室町時代に作られた仏像というふうにこう言われております。それはあの作るですね、いろんな漆の材料、いろんなものを分析した結果判明したということでございます。三世仏は三が日にのみ公開されていますので、その機会をお見逃しなく。さあこのほか国の重要文化財の鎌倉時代制作の宝塔がありまして、はいはい、また水戸黄門で有名な水戸光圀公の杖の材料として献上されてきた竹、うん、はい、そして願いが叶うかもしれない牛石など、境内には見どころがいっぱいです。さあ御朱印はこちらです。スタジオで解説します。はい、はい、いただいた御朱印が今回こちらになります。厄除け両大師と書かれていまして、他にも笑顔祝福など幸せへの願いが込められた御神となっています。なるほど、はい、まあ、あの VTR でも見てきましたけれども、うん、
平安時代の丸みを帯びた像、うん、私歴史勉強していた頃に非常に好きで平安時代の像はハマったので、あ、そうなんですね、はい、なんか懐かしいなと思う一方で、うん、まあれだけこう違った特徴のある像を一つのお寺で見られるってこうすごいですよね。そうなんですよ、平安時代、鎌倉時代、江戸時代と特徴がそれぞれ違うので、はい、そういったところをこう一堂に見られるというのは大きな魅力だなと、歴史あるお寺ならではだなと思いました。防犯のため本堂の仏像はご祈祷の際に、また三仏堂の中は正月三が日のみ公開されるということです。またこの長楽寺は前にこのコーナーでご紹介した不問寺、八坂神社、さらに国の重要文化財を有する世良田東照宮にも歩いていける距離にありまして、パワースポットでご利益いただきながら歴史を存分に感じられる地域です。一気にいろんなところを回れるということですね。はい、ぜひ歴史散歩を楽しんでいただきたいなと思います。ここまで群馬御神散歩のコーナーでした。